デーブ・パテールは、イギリス出身の俳優。デーブ・パテルとも表記される。グジャラート系ヒンドゥー教徒で、ケニア出身のインド系移民の両親のもと、1990年に、ロンドン郊外のハーローで生まれ育つ。2007年に放映されたティーム向連続テレビドラマ、スキンズでデビュー。この中で演じた、お気楽な性格のムスリムの少年役によって、イギリス国内での注目を集める。 2008年にスラムドッグドルミリオネアで主役のスラム出身の若者役を演じたことで放送映画批評家協会賞など多数受賞。イギリス本国のみならず世界各地で一役有名になる。2009年7月6日にエアベンダーのプロモーションでエムナイトシャマラン監督らと来日し、ララポートとヨスでのジャパンプレミアに出席した。その際には日本語で挨拶をした。 2016年公開のスタジオジブリ制作の劇場アニメ思い出ポロポロの英語版吹き替えで年親子を演じる。2017年ライオンライオン25年目のただいまでは子供の頃にインドで親とはぐれグーグルアースで家族を探し出す主人公サルーの大人時代を演じ第70回英国アカデミー賞助演団優勝を獲得。 スラムドッグドルミリオネアでの共演をきっかけにヒロインを演じたフリーダ・ピントーと交際しロサンゼルスで同棲していたが2014年に破局した9歳の頃から地元の道場に通っているテコンドーでは2004年にダブリンで開催された世界大会において銅メダルを獲得し2006年には黒帯を取得しているありがとうございます